テレジオ、テレジオ、テレジオ。お目覚めかな。気分はどうだ。あなたは。エレオノール・フォン・ビッテンブルグ、ブレンナーとは窮地だ。楽にされよ。教えて、リザは私のひいおばあちゃんなの？そうだが、そして奴は私が殺した。理解できんかもしれんが、私なりの友情だよ。ブレンナーに報いたければ役目を果たすことだ。私の役目。そうだが、私が話したところで納得はできまい。大事の前だ。日常にケリをつけてくるがいい。問うべき相手が誰なのかはすでに分かっているだろう。悔いは残さん方がいい。邪魔はせんから急ぐことだ。戦時の逃亡が罪になるのは知っているな、神父よ。10人だ。ケイ自身が選び差し出せ。できなければ全員だ。どうするね。だ神父、さあ戻ってこい。私には刑が必要だ。なぜ
あなたが彼女を連れているのです。ゲーカ、藤井君たちと教会を攻めるのではなかったのですか？あなたは一体何を考えている？もしや私がここに来ることも計算づく？一つ聞きたい。私の兄、彼はなぜあなたに怒り狂っているのです？答えてください。ふん、なぜ彼は怒っているのかと。それは彼女だからじゃないですか？バビロンのプログラム云々なんて信じない。これは彼だ、彼の心だ。私にはわかる。あなたは彼に何をした？死んでもらっただけですよ。ヒルヒアイゼン教と二人してハイドリヒ教に弓を引こうとしていましたからね。困るのですよ、私の都合を狂わされるのは。戦士たるもの負けて恨むというのは筋違いでしょう。ああ、それとも何より守りたかった一人の少女を修羅の道に引き込んだことが許せないのかもしれませんね。貴様！私が憎いですか、レオンハルト。ああ、わかりますよ。私もずっと憎悪の虜が許せないのですよ。私が私自身のことを。故に罰、私は英語を苦しまねばならない。救いなどいらぬ、祝福は遠ざかっていけばいい。たった一人、どこまでも歩き続けるのだ、永遠に。私は強くなりたかった。なぜ失ってしまったのだろう。なぜ守ることができなかったのだろう。答えは自明だ。私が弱く愚かだったから。強くなりたい。何者にも壊されぬ器が欲しい。それさえあれば何度でも何度でも救ってみせよう。生産杯は私の願いだ。英語を永遠に救い続けていくための、永遠に償い続けるための。愛しいものを取り返したい。その手に抱かれて抱きしめたい。あなたのことは胸に迫るほど理解できる。だがハイドリ秘境にひざまずいて得られるものは終わらない戦争だけだ。愛しいものを地獄につなぐ。故に私はバルハラの流出など起こさせない。死者蘇生という黄金だけをかすめ取ってみせましょう。親愛なる白鳥よ、この角笛とこの剣と指輪を彼に与えたまえ。これはこれは手間が省けましたね。できればこれを日に何度も使いたくないと思っていたのですよ。捨てなさい、早く。恐れることはない、テレジア。私はあなたを必ず救う。二度と愛する者を壊されぬように。私が知る最強にして無敵の存在、ラインハルト・ハイドリヒになりたいと渇望したのだから。させない、やめろ。ブリア・バラヘイン、ゴルデン・シューバー・ローエンジン。そう、この穂先があなたとイザークにつながる道を立てば、スワスチカが選ぶ母体の順序が次にずれる。その時こそ馬脚を表したな、ゲスが。
分際を知れよ、レッド。貴様ごとき、どれだけ望もうとハイドリ卑怯にはなれん。獅子心中の虫め、死ぬがいい。こりゃすかされたな。先輩はここにいねえぜ。となると学校かタワーだな。残るスワスチカはその二つだろ。しゃあね、二手に分かれるか。時間がねえ、どっちが使うか決めようぜ。なるほど、戦士の矜持というやつですか。あなたは一刻も早く藤井さんと戦いたがっているはずで、私に構う暇などないと思っていたのですが。そうだ、俺にとっては奴との勝負こそが最後の戦ならば、究極の舞台でなくては納得できん。ゆえにお前は邪魔だな、生産杯。俺が排除するしかあるまい。無駄だ。貴様はこれにも耐えるだろうが、他はどうかな。まあ彼女は責任持って守るわね。あとは知らんよ、どうなとなれだ。気張れよマキナ、貴様なら消滅だけは避けられるはずだ。構わん、問題ない。からくりは読めている。双子の片割れだろ。ヨハンの血脈、不完全な増粘筋と、故にそれを使ってスワスチカを動かせば黄金錬成に狂いが生じる。ハイドリヒ卿を封じ込めつつ、死者蘇生の結果のみをかすめ取るつもりだろう。まあ何でも構わんが、罪だクリストフ、貴様の巡礼とやらここで終わる。説明が必要かね、テルジオ。あの男の根底にあるのは狂気に等しい自己嫌悪だ。己の罪と弱さが許せずに強くなりたいと渇望したのさ。それは変身願望とさえ言っていい。己が知る最強の存在、ラインハルト・ハイドリヒになりたいと願った。するとどうなる。黄金のメッキをまとった狩猟代行、奴が今使っている肉体はハイドリ卑怯のものなのだよ。故に奴はド外れた頑強さを持つに至った。生産杯の内部にはハイドリ卑怯の総軍が渦巻いているからだ。通常私でも奴に傷を負わすことはできないが、マキナは別だ。あの拳は全てを砕く。想像したまえ、さながらダムの決壊だ。包みを崩すことでバルハラの総軍がこの世界に流れ出すのだよ。御身の役目はそれからだ。全てをハイドリ卑怯の色に塗り替えよう。で、それはそうとだ小娘。貴様、何を先ほどから私を見ている。一つだけ教えてください。ハイドリ卑怯が与えてくれる死者蘇生とは一体。はあ、バカか貴様。私のようになることだよ。ハイドリ卑怯の世界はバルハラ、そしてそこに集うエインフェリア。知らんのか、無限に蘇り無限に戦う英雄たちのことを言う。すなわちシュラド、終わらない戦争の理想郷だ。黄金錬成の長寿とともにハイドリ卑怯の渇望が天地を喰らう。今の世界を塗りつぶし、新たな法則として君臨するのだ。
何も全然変わらないじゃないですか。私は彼らを救いたくて、死んでも戦わされる運命を変えたくて、私はそんなもののために戦ってきたんじゃない！貴様ら間抜けの言い分はいつも致命的にずれている。そう、例えば火だ。これが命、消したくないと皆が守り躍起になる。ではどうするか。他者から奪い足していくのだ。それこそが生きるということ。つまり消えてしまったものを灯したいなら、巨大な火とつながるしかない。ハイドリヒ教と一つになって、黄金のバルハラに溶ける栄光を与えてやるのだ。なぜ言わん。まあ良いわ、失せろ。稲妻だと。なるほど、お前はあれを知っていたのか。まあ気づいたのはつい先日のことですがね。そう、そこにいたのだが、キルヒアイズ。いいだろう、私が貴様を救ってやる。バルハラで会おう、我が戦乙女。時間稼ぎですよ。いずれここに彼が来る。その時あなたは己の衝動を抑えることができますかな。なるほど、二つ勘違いをしているが、第一に、お前が待っているものは間に合わん。やるな小娘、油断していた。褒美だ、受け取るがいい。次の持ち主は貴様だろう。せいぜい震えよ。今は生かしている。貴様は最後のスワスチカに捧げるとしよう。さて、いらぬ手間を食ったものだが、ともあれ任務達成だな。これが第二弾。俺の渇望を前に、お前はどんな時間稼ぎもでき、死へ、死の幕引きこそ唯一の救い。この毒に汚れ蝕まれた心臓が動きを止め、忌まわしき毒も傷も跡形もなく消え去るように。さあどうした。相変わらず子供を殺すしか芸がないのか。抜かせ、私は負けねえ。私は死ねねえ。私は永遠に歩き続ける。止まりなどしない。英語を償い続けるのだ。あなたのような都合の良い終わりなどいらない。マナヘイム、ゴールデンシュマン、ローエングリー、ミスガルス、ボルスイングサガ。大義だ、聖三杯。私の中で永遠に生きよう。約束の時だ。